突撃金魚の CM を突然失礼いたします。僕のヘビカーさんという公演が4月の1日から16日まで、月曜 と、木曜日は基本休演、最終の15日土曜も休演なんですが、全部マチネソワレがずっとありまして21ステージございます。出演者は、福谷君も出てくれてるんですけども、まあまあ、ナウテの俳優さんたちがそろそろ、サンデーのシリハラさんにとっては12年ぶりの客演と言われてます、まあ、一撃屋の西文さん、公演近いんじゃないのか、羊とドラゴンの龍崎さん公演近いんじゃないのか、匿名劇団2人公演近いんじゃないのかっていうような結構なそうそうたる面々で、突撃金魚の山田君以外は全部ダブルキャストなんですけど、それぞれ本番が近いので日程を組み合わせた結果、何通り11通りのキャストで、お送りします。どうですか、稽古？結構楽しいです。一軒家なんで普通に空間がまず刺激的で、まずここにね慣れないとな、俳優がちょっとまだドギマギしちゃってるんで家で芝居してることにそれにまず慣れたいなと思っております。まあサリングロックさんの、まあ、家とか、世の中のルールとかっていうものに対する、ロックな気持ちを唱えております。